私たちコレッティーネは、全国の仲間と NPO 地域創生機構というものをしています。一つ一つのご案内は、一つ一つの QR コードを見ていただくと、そこで説明しています。NPO 地域創生機構というのは、過疎の村で真面目に作った作物がなかなか流通しません。時期が遅れたり、形がいびつだったりするわけです。そんなものを、 <laughs> えー、トマトケチャップにしたり、えー、ジュースにしたり、またゼリーにしたり、商品にすることによって流通させようということです。その時には商品開発の知恵が持っている人が必要です。ネーミングをつけたり、中に各しおりの物語を書いてくれる人も必要です。当然パッケージのデザインから、容器の提案から、まあ様々な人たちがそれに関わってくるわけです。 えー、彼らが一生懸命作ったものを、今度はシャッター通りの商店街で、その自分たちが気に入ったものを、注文を聞いてから発注する。えー、仕入れたから売るのではなくて、うんいつもの、えー、お仲間と一緒にジ,ジャザリング、えー、まとめ買いをして、えー、みんなで分ける。そんなスモールメーカー、トゥースモールショップ、フォーコンシューマーという運動をしています、えー。その中には、 いいものプロジェクトというものもありますし、から電気自動車に時代になったときに、えー、民宿だとか、旅館ホテルで充電ができる、えー、宿泊施設、まあそんなものを特集する全国街道物語とか、えー、無農薬といっても、勇、え、気、ー、といっても、今はキャベツにサソリの毒を入れる遺伝子組み換えがあると聞いてますが、 そのようなものではなくて、やはり自然農法でしている、えー、人たちのものを私たちが直接仕入れるような形があってもいいのかと思ってます。えー、例えば今、青森とか長野は、リンゴ農家の方から直接買い付ける、まあそのようなことも始めてますし、えー、お米なんかも一農家前、えー、誰々さんの農家で作ったお米をお手元まで届けていただく、そんな形もしています。 え、棚田は自然のダムです。え、これがなくなると、下で土石流になります。えー、棚田を守るためにも、そこで、例えばタンパク質が必要なんで、鯉とか土壌とか船とか、買うことによって、タンパク質を、またそれも商品にしていく。そんなこともあっていいのかなと思ってます。えー、地域通貨という話も出てくるし、それから、えー、 袋の中に、ビニールの袋の中に食材とか調味料を入れて、あとはお湯に入れるだけで簡単にできる調理方法だとか、これもレトルトの中に調味料を入れて、具材を入れて、空気を抜いて、そこに窒素を充填して、それから調理する、新眼器調理っていうことも各地でできるようになりました。パッケージ1つでやはり 店頭での売り上げは変わってくると思いますし、今のレトロを使った地域情報、まあいろんなものをコレッティーネでは紹介していきたいと思っております。一つ一つのプロジェクトについては各々でお話をさせていただいてますので、そちらの方をご覧いただければありがたいと思います。